こんにちは、たまおです。今日のジャンク品はこちらです。 ASUS のタフゲーミングキャプチャーボックス CU4K30 になります。こちらですが、 ASUS の最新のゲーミングキャプチャーボードになるみたいです。全く認識しないということなので、直せるかどうかちょっと不安なんですけれども、今日はこちらを修理したいと思います。早速開けていきます。こちらが本体ですね。USB ケーブルと取扱説明書が入っていました。本体開けていきます。表面は新品のように綺麗です。裏面に若干傷があるぐらいです。USB ケーブルで繋いでみます。繋いでも全く反応がありません。これが表面です。トルクスのビス外してみます。トルクスのビスを外しましたが、飾りビスのようです。関係ないようです。こちらのゴムの下にビスが隠れてました。外します。外れました。基板にもビスがついているので外します。こちらビスを取ったんですけれど、粘着テープでついているのがちょっと外れないんですよね。このまま点検していこうかと思います。顕微鏡を使っていきます。HDMI 端子は異常ありません。こちらの HDMI 端子も異常がありません。こちら何かフラックスみたいなものでツヤっとしてて、少し焼損してるような気がします。こちら少し黒くなってますね。外観に異常があります。電源を入れてみます。オン。こちらの IC チップと、ここ、やはりちょっと加熱しています。ここ、加熱していますね。こちらを見ていきます。部品検索サイトで調べるとデータシートが見つかりました。XC9225 ということで、ステップダウンコンバーターになりました。ファイル図はこのようになっています。テスターで点検していきます。Vin と Vout。がショートしてて、グランドとも抵抗が小さくなっています。まずこの部品を取り外したいと思います。フラックスを塗ります。鉛ハンダで融点を下げました。温めていきます。V アウトとアースがショートしています。こちらは RTX2080Ti のドナーカードなんですけれど、こちらも同じ部品だったので、こちらを外していきます。取り付けていきます。はい、取り付けました。ということで、こちらの DC-DC コンバータを交換しても直りませんでした。こちらのコイルに 3V を投入してみます。オン。このようにチップセットが強烈に加熱しています。こちらのチップセットは部品供給がないので、これ以上は直せません。
今後ドナー品とかを手に入れた際に修理できたらなぁと思っています。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よかったなと思った方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。